音楽の日2024生放送平野翔が語るホープの力と新しい植物への情熱音楽の日2024岸優太が語る微妙しいものと小さな幸せのエピソード神宮寺優太のツアーへの希望と音楽の日2024の特別な一日応援コメントをくれたあなたに「ハッシュタグナンバーアンダーライン愛からのメッセージをお届け音楽の日2024 音楽の日7月13日土曜日午後2時から8時間生放送です。放送を見ながら、ハッシュタグ音楽の日をつけてパフォーマンスの感想を投稿してください。翔くんが今年ももうわずかですけどと言っていましたが、7月なのにまるで年末のような発言に、ファンの皆さんも驚いたことでしょう。翔くんの天然な一面が炸裂して多忙な日々を送っているからこそ、そう感じるのかもしれません。 嬉しい限りですが、身体も心配になります。休みを取れているのか、ファンとしても心配です。そんな中、ナンバーアンダーラインアイの皆さんが音楽の日に向けてインタビューを受け、その内容が SNS で話題になっています。皆さん、こんにちは。ナンバーワンです。平野翔です。岸優太です。神宮寺優太です。 これを聞いているあなたは僕たちにメッセージを送ってくださったということですね。ありがとうございます。僕たちからもこれを聞いているあなたにメッセージを送りたいなと思います。今年のテーマは、ホープ音楽の力ということで、年叶えたいホープについて話しましょう。僕は今植物にハマっているので、新しい植物をお家に迎えられたらなと思います。趣味でね。 最近笑顔になったエピソードとしては、昨日美味しいものを食べたことです。何を食べたか覚えていませんが、笑顔になりました。山下智久さんもファンの皆さんとツアーをしたいというホープを持っています。全国の方々と会って、その笑顔を見て一緒に盛り上がれる時間を作れたらいいなと思います。今年も多くのアーティストが出演するので、たくさんの人に刺激をもらいながら、 僕たちも皆さんを魅了できるパフォーマンスをしたいと思います。今年の音楽の日は、7月13日土曜日午後2時から8時間生放送でお送りします。ぜひご覧ください。これが今回のメインとなるイベントの概要ですが、背景にはもっと深い物語があります。音楽の日は、ただのエンターテインメントイベントではありません。それは音楽の力を通じて希望を伝える特別な日です。 音楽は人々の心に触れ感情を揺さぶり時には人生を変えるほどの力を持っています今年のテーマ「ホープ音楽の力は」はその力を最大限に引き出し多くの人々に希望を届けることを目指しています例えば音楽の日に出演するアーティストたちはただパフォーマンスをするだけでなくそれぞれの楽曲に込めたメッセージを通じて観客に語りかけます 平野翔さんが話していたように、植物にハマっているという趣味も、音楽と同様に心を豊かにするものです。新しい植物を迎えることで、彼は日常の忙しさの中での癒しを見つけています。これは私たちにも言えることで、趣味や興味を持つことで、ストレスから解放され、希望を見つけることができます。また、岸優太さんの笑顔になったエピソードからもわかるように、 日常の小さななな幸せががが大きな希望につながることがあります。おいしいものを食べるというシンプルな行動が心を豊かにし前向きな気持ちにさせてくれるのですこのような小さな喜びを大切にすることで私たちも日々の生活の中に希望を見つけることができます神宮寺勇太さんが話していたツアーへの希望も音楽の力を通じて多くの人々に喜びと希望を届ける一例です 彼らの音楽はファンの皆さんにとって特別なものであり、そのパフォーマンスを通じて直接感じることができるのはまさに音楽の力の象徴です。全国のファンと一緒に過ごす時間は彼らにとってもファンにとってもかけがえのない瞬間となるでしょう。音楽の日に向けた準備は出演者だけでなくスタッフや関係者全員が一丸となって行われています。多くの人々がこの日のために努力を重ね、 最高のパフォーマンスを提供するために尽力していますその裏側には音楽の力を信じそれを通じて希望を届けたいという強い意志があります視聴者の皆さんもぜひその思いを感じながらこの特別な一日を楽しんでいただきたいと思います「音楽の日2024」はただのイベントではなく音楽を通じて希望を伝える大切な機会です 今年も多くの素晴らしいアーティストが参加し、それぞれのステージで感動と希望を届けてくれます。視聴者の皆さんも、ぜひハッシュタグ音楽の日をつけて感想を共有し、一緒にこの特別な一日を盛り上げましょう。音楽の力を通じて、多くの人々に希望と喜びが届けられることを願っています。最後に、音楽の日が終わった後も、その余韻を楽しんでください。 音楽の力は、一日だけで終わるものではなく、日常の中でも続いていきます。お気に入りの楽曲を聴きながら、その時の感動や喜びを思い出し、日常の中での希望を見つけるきっかけにしてください。音楽は、私たちにとっていつでも手軽に触れることができる希望の源です。その力を信じて、日々の生活の中で少しずつでも幸せを見つけていきましょう。 音楽の日2024は私たちにとって希望と喜びを見つけるための特別な時間ですこのイベントを通じて多くの人々が音楽の力を感じ心を動かされることでしょうそんな音楽の日の背後にはたくさんの努力と情熱が込められています出演者たちはもちろんスタッフや関係者全員が一丸となって最高のパフォーマンスを提供するために準備を重ねています その情熱は視聴者の皆さんにも伝わることでしょう。平野翔さんが語ったように彼は植物にハマっているという趣味を持っています。植物を育てることは彼にとって日常の忙しさから解放される癒しの時間です。私たちも日常の中で小さな趣味や興味を持つことで心を豊かにし希望を見つけることができます。音楽も同じように私たちの心に触れ、 感動を与える存在です岸優太さんがおいしいものを食べたことで笑顔になったエピソードも日常の小さな幸せが大きな希望につながることを教えてくれますおいしいものを食べるというシンプルな行動が心を豊かにし前向きな気持ちにさせてくれるのです神宮寺優太さんがツアーへの希望を語ったように音楽の力を通じて多くの人々に喜びと希望を届けることができます 彼らの音楽は、ファンの皆さんにとって特別なものであり、そのパフォーマンスを通じて直接感じることができるのは、まさに音楽の力の象徴です。全国のファンと一緒に過ごす時間は、彼らにとってもファンにとっても、かけがえのない瞬間となるでしょう。音楽の日に向けた準備は、出演者だけでなくスタッフや関係者全員が一丸となって行われています。多くの人々がこの日のために努力を重ね、 最高のパフォーマンスを提供するために尽力していますその裏側には音楽の力を,信じそれを通じて希望を届けたいという強い意志があります視聴者の皆さんもぜひその思いを感じながらこの特別な一日を楽しんでいただきたいと思います音楽の日2024はただのイベントではなく音楽を通じて希望を伝える大切な機会です 今年も多くの素晴らしいアーティストが参加し、それぞれのステージで感動と希望を届けてくれます。視聴者の皆さんも、ぜひハッシュタグ音楽の日をつけて感想を共有し、一緒にこの特別な一日を盛り上げましょう。音楽の力を通じて、多くの人々に希望と喜びが届けられることを願っています。音楽の日が終わった後も、その余韻を楽しんでください。音楽の力は、 一日だけで終わるものではなく、日常の中でも続いていきます。お気に入りの楽曲を聴きながら、その時の感動や喜びを思い出し、日常の中での希望を見つけるきっかけにしてください。音楽は、私たちにとっていつでも手軽に触れることができる希望の源です。その力を信じて、日々の生活の中で少しずつでも幸せを見つけていきましょう。音楽の日2024は、 ただのイベントではなく、音楽を通じて希望を伝える大切な機会です。今年も多くの素晴らしいアーティストが参加し、それぞれのステージで感動と希望を届けてくれます。